どうもマンション評論家のマンションマニアでございます。いつもご視聴いただきまして誠にありがとうございます。いや、私がいるのは辻堂海岸でございます。朝も早からネットサーフィンをしております。江ノ島の灯台も見えますね。今回ご紹介するのはこの辻堂海岸まで自転車で10分ほどのパークホームズ湘南辻堂でございます。一旦公園の方にですね戻りたいと思います。マンション見に行く際ですね、この海岸ところですね来る際にはもし車であればですね、この辻堂海浜公園の東駐車場おすすめでございます。東駐車場ですね、入り口2箇所ありまして、どっちからも行き来できるんですけども、この端っこ寄りに止めてですね、国道134号を超えるですね歩道橋があります。もしくは西駐車場に止めてもですね出ることはできます。江ノ島の灯台はこっちの方がより見やすいかなと思います。地図にいくつかマンション名が書いてますね。でこの辺の物件ももちろん魅力的ではあるんですけども、当然この辺になってくるといわゆる駅棟マンションになってきます。そんな中でですね、今回は辻堂駅徒歩3分という近さでございます。駅近くに住みながらもですねこの辻堂海岸を日常使いできるというマンションでございます。富士山もちょっと今日は雲かかってますけども見えております。非常に癒されます。辻堂海浜公園ですね来ておりまして、先ほどはですねこの海岸部分におりましたけども、そこから歩道橋ですね渡ってこの駐車場ですね歩いて、今ジャンボプールのですね南側におります。この交通公園方面までですね歩いていきたいと思います。それではパークホームズ湘南辻堂物件概要行きましょう。売り主は三井不動産レジデンシャル、施工は三井住友建設です。予定価格出ております。4200万円台から7300万円台、占有面積は 57.19 平米から76.95 平米、倉庫数は75個で一般販売対象個数は71個となっております。10階建て、東海道本線の辻堂駅徒歩3分。今回アドレスは茅ヶ崎市となります。神奈川県茅ヶ崎市浜田県2丁目、竣工予定は2022年8月となっております。今私がいるこちらの公園もですね、辻堂駅も、そして辻堂駅前のですねテラスモールもですね藤沢市アドレスと、そのため日常のですね生活圏は主に藤沢市となってきます。もちろんですね茅ヶ崎市アドレスですし、辻堂駅ですね、次の駅は茅ヶ崎駅にはなるんですけども、藤沢市に寄ったですね茅ヶ崎市アドレスの物件ということで、藤沢市を生活圏にしたいけども茅ヶ崎市アドレスがいいっていう方にもですねハマってきます。もし駅前に住みたくてでも生活圏もアドレスも茅ヶ崎がいいっていう方はですね、茅ヶ崎駅徒歩2分でですねライオンズ湘南茅ヶ崎フロントがですね発表されましたので、そちらが合ってきます。まあ、比較的近い時期にですね供給をしてくれますので、自分たちに合った方をですね選べるっていうのはいいですね。交通公園側にですね着きました。朝早い時間なのでまだやってないんですけども、鉄道ジオラマだったりですねこちらのスカイサイクルもございます。もしご地元でない方ですね、この動画等をきっかけにですねマンション見学される際はですねこの辻堂海浜公園は絶対来た方がいいです。
場内進行、次停車。場面変わりまして、辻堂駅北側ですね、駅前にありますテラスモール駐車場に車を止めましてですね、さらに北方面を望んでおります。今回反対口にはなるんですけども、このテラスモールももちろんすぐ近くですし、こちらの神台公園もですね、日常使いすることができます。こちらのテラスモールにはスーパーマーケットサミットが入っております。辻堂駅の改札からですね、デッキでテラスモールつながっております。映画館も入るような非常に大きなですねモールですので、日常の買い物プラスアルファをですねここで済ますことができます。ただスーパーマーケットはですね、徒歩圏内だとちょっと選択肢はですね少なめにはなってきます。まあ、ただ休日は電車に乗らずしてこのテラスモールでですね買い物したりとか、あとは先ほどですね辻堂海浜公園ですね、自転車の10分ほどですので、あちらで遊んだり癒されたりと、あとは少しだけ足伸ばして 2.5 キロぐらいですね、ティーサイトもございます。先ほどですね上から映しました神台公園です。通称シークロス公園、懐かしいですね、ライオンズのシークロス。この辺はですね良質な中古マンションもですね多く立ち並んでいるエリアです。この芝生広場もですね使いやすいですね。まあ、今回若干ウィークポイントになるかなっていうところはですね、通学校がですね松並小学校で徒歩14分と、松並中学校で徒歩14分という形で、まあ、中学校はですね距離があってもって割り切れる方多いかと思いますけど、小学校がですねちょっと遠いですね。まあ、日常の生活は藤沢市といえどですね、さすがに学校は茅ヶ崎市になりますので、そこの距離はですねあります。こちらの神台公園からも富士山が望めます。二連結バスも走っております。辻堂駅の改札階に来ております。こちらがですねテラスモールへつながるデッキで、マンションこちらです。ここからではですね徒歩3分ではないです。ただテラスモールで買い物して帰るときはこちら側で出て、テラスモールで買い物してテラスモールのライオンズ側ですね抜けていけば、あちらにもですね歩道橋がございます。今回はテラスモールの横を歩いてですね物件側の改札口へ向かいたいと思います。今回良質な中古マンションは一つですねご紹介いたします。もう神物件でございますよ。神、私が辻堂で買うならもうノータイムでここです。ごめんなさい、これは完全に個人の価値観でございます。ただ私が辻堂で買うならもうこれです。ライオンズ一条レジデンス湘南シークロスでございます。神物件です。神、こいつはパネーマンションです。立地としてはですね辻堂駅徒歩1分となります。それでいてテラスモールがですね隣接をしております。エントランスホールがガラス張りで独立しております。これ中に入ると回廊見たくなっております。新築時の売り主は大京です。施工は奥村組と一条工務店、倉庫数は308戸で14階建て、辻堂駅徒歩1分。こちらはですね神奈川県藤沢市の辻堂神台1丁目です。2013年のですね1月に竣工済みです。もう築8年ですか、もうちょっとで9年ですね。いや全然見えないですよ、超かっこよくないですか。神ってますよね、このエントランスホール独立して大窓でございますよ。大窓にも歩道がある、上も抜けてます。角重工もかっこいいですよね。ダイレクトウィンドウで窓を引っ込めてますので、ひさし部分がですね突き出す形になると、ただそこからですね中重工部分がですね重工との間にはしっかりとマリオンを設けて
中重工も角重工のですねかっこよさに負けないものとしてくれてます。これ非常に重要ですからね。角重工はかっこいいのに中重工がシンプルだともったいないなって感じるマンションも多いんですけど、ここは角もかっこいい中もかっこいいっていうところでございます。背中側もメッシュ格子でかっこいいですよね。構造面も安心の免震です。ゲストルームなど多彩な共用施設もございます。かっこよすぎる。あーちょっと中側が見えますね。あー素敵な回廊です。たまりません。ごちそうさまです。もう超ルンルン超ルンルン。いやもうこれほんと神ってますよね。マンションっていかにですね買ってよかったって思わせてくれるかって大事ですからね。こんたまんないですよね。いやかっこいい。そこに免震という安心感、それだけじゃないんですよ。この黒い建物かっこいいですか。レクサスの店舗じゃないですよ。自走式一体駐車場です。なんすかこの駐車場のデザイン、レクサスの店舗かと思っちゃいますよ。かっこいいですよね。もちろん他にも良質な中古マンションあります。この後ろ側もですね、プレジデントとクラッシュと続いていくわけなんです。こっちももちろん素敵ですよ。でもこのライオンズが飛び抜けちゃってる。だからこれはもう別格と思ってください。もう今回のマンションがどうとかの問題じゃないです。これもう別格なんで、これを抜ける辻堂物件ったらまあ出てこないでしょうから、もう全ての今後出てくる辻堂物件もこれと比べちゃかわいそうです。なので他のマンションがどうっていう世界じゃなくて、これが別格だと考えた方がいいです。貨物船も通っております。まあここはですね、このマンションもウィークポイントですね。今回ご紹介するマンションもそうですし、このライオンズもですね、まあ、重工にもよりますけども、電車の音はですね抱える形となります。でこちらのライオンズですね、ディスポーザーついております。あと他のウィークポイントとしてはですね、学校が遠かったですね。確か小学校 1.5 キロぐらいはあったと思います。でこちら新築時の坪単価が約215万円で、現在の坪単価は約285万円となっております。でこちらも70平米棟はありますので、今回のパークホームズ購入できるですねご予算感の方はライオンズにも十分手が届きます。さあテラスモールからですねぐーっと歩いてきまして、辻堂駅の西改札に来ております。こちらはですね反対口と違ってすごくちっちゃな改札となります。まあ、この辺に住まう方向けですね。こちら辻堂駅の時刻表です。上野東京ライン、湘南新宿ライン、一部ですね特急の湘南もですね停車をいたします。山手線の東側の東京駅、山手線の西側の新宿駅、どちらも1時間ほどという時間距離となっております。山手線の東側も西側もダイレクトアクセスが可能です。時間帯にもよりますけども、グリーン車座ってですね、そして特急電車ですね、どちらも課金して快適にですね都心方面向かうこともできます。さあ建設地まで歩いていきたいと思います。エレベーターも完備されております。さあ地上部に降りてまいりました。建設地向かう途中ですね、ローソン、セブンイレブンがございます。ただこっち側だとですねスーパーマーケットが駅からの動線にはありません。今私が歩いているところはもう茅ヶ崎市です。こちらのですね駅にデッキでつながっているステラ湘南、茅ヶ崎市のですね出張所も入っております。で駅のですね階段一つ降りて踊り場のとこからここのですねデッキ歩いてくることも可能です。歩道はですね整備されておりまして、まあ、先ほどのテラスモール側と比べてしまうとっていうのはありますけども、まあ、普通にですねよくある歩きやすい道のりです。今回信号なしでございます。あっという間です。もう見えております。今歩いているのは浜竹通りです。浜竹通りに面しています。このカーブのですね角っちょのところです。もともとですね時間貸しの駐車場だったり自転車屋さんがあった場所です。で背中側が線路です。でここはですねそれなりに交通量はあります。浜竹通りがですね一部ですね低層の店舗兼住宅がですね食い込んでおります。こちらが建築看板です。今回ストロングポイントが非常に分かりやすいです。まあ駅から近いっていうのはもちろんなんですけども、ここの浜竹通り沿いは用途地域が近隣商業になってます。憲兵80で容積300です。なので背のですね高い建物が建てられます。今回は10階建てです。
で、ここの雪道向かいもですね、通り沿いに関しては近隣商業になるんですけども、こちら側は憲兵は80で一緒なんですけど、容積がですね200に落ちます。さらに高度地区で高さ制限もですねより厳しくなるので、バルコニー方面ですね、向かいも近隣商業ってのはちょっと気になるんですけども、眺望が非常に守られやすいです。で、あの食い込んでる部分はですね、今回のパークホームと同じ憲兵容積なんですけども、まあおそらく今回声をかけてると思うんですよね。そこで一緒にやらなかったってことはしばらくはこのままなんじゃないかなとは思います。で、向かい側も一部憲兵80で容積300で高度地区も同じですね部分はあるんですけども、結構土地が分かれてるのと、すでにマンションが建っております。ここはパークホームズと同じ憲兵容積高度地区と。でもですね、まあ、斜め見れば気になるかなぐらいで、正面ではないんですよね。今回全戸南向きで海眺望なんですよ。私が冒頭いたところですね、あっち方面ぐーっと抜けてきます。この浜竹通りは用途地域が近隣商業ですが、そこから先はあのあんと一定層でございます。ご安心ください、一定層です。上層階を購入するとですね、海方向前ですね、眺望が抜けてきて江ノ島の灯台等もですね楽しめます。しかもそれが守られやすいと。で、駐車場の入り口はこちら浜竹通りの駅から離れた側となります。敷地西側です。機械式49台の平面2台です。平面2台は新商車用と作業車用がですね1台含まれております。なので実質機械式っていう形になります。設置率は約 65% です。で、屋外なので作業中雨には濡れます。駐輪場は屋内と屋外混合で設置率約 148% です。ベッドレンタサイクルが2台ですね設置されます。で、まあこのエリアらしいですけども、サーフボード置き場もございます。あと洗い場ですね。で、スーパーはないんですけども、ここから少し行ったところですね、ハックドラッグございます。なので駅からの動線コンビニもありますし、こちらハックドラッグもすぐですので、不便というわけでは全く持ってないです。もうテラスモールもすぐですので、ただついで買いができないってところですね、スーパーマーケット。外観デザインですけども、隔て板がですね背が低いのがちょっと残念ですね。これバーッとですねスラブとスラブにしてくれるともっと引き締まったんですが、ただバルコニーですね出っ張らせた部分、格子とガラス鉄水ですねリズミカルにしております。さらには左右非対称にして、この食い込んだ部分ですね2列10個があるんですけども、ここはダイレクトウィンドウにして、ここの色も変えております。ロボット形状でかっこいいですよね。で、エントランスはですね浜竹通りの駅寄りの角部分となります。アプローチはですね景色&豊かな植栽となってまして、名盤のところにですね波を意識したデザインになってます。で、建物下を奥まらせることでですねピロティを作って、総個数以上のですね空間を感じることができます。で、風除室周りは大窓となってます。で、出入りの際にですねアプローチの植栽を自然と望める動線にしてくれております。で、エントランスホールは個数なりにこじんまりとしてるんですけども、10個1部屋分相当のですねシェアラウンジがございます。まあ、シェアラウンジはですねコンセント付きのデスクを完備してはいるんですけども、集中して作業するというよりかは、まあ、軽作業だったりとか子供たち同士でですね勉強したりとか、オープンな感じになっております。そちらも素敵なですね空間となっております。さあ、敷地のですね北側に来ております。怖いぐらいもう線路が近いでございますね。で、今回外廊下になるんですね。ただ背中側が線路で、ここ地上区間ですし、向かい側ですね線路北側桜広場になってます。あちらももう茅ヶ崎市です。なので外廊下マンションでも、こう外が見える際にその外廊下から何が見えるかで、まあ、プライバシー性だけじゃなくて心地よさも変わってくるので、電車の音は気になりますけども、桜広場がですね見えてくるっていうのは非常に心地いいと思います。この距離感でございます。音は上に上がってきますので結構うるさいでしょうね。さあ、今度はですね線路沿いを歩いて駅へ向かいます。こっちは歩いてもですね距離はほぼほぼ同じです。ただこっちから来たとしても、どの道ですね浜竹通り側に出てピロティのところ入っていく形となります。この辺り車移動に関してもですね新湘南バイパスの藤沢インターチェンジ1キロちょっとですので、
遠出も便利ですね。まあ、駅の東側でアンダーパスくぐるのがちょっと面倒いですけどね、そこはですねインターの方はテラスモール側の物件の方がですね行きやすいですね。土日の時間帯によってはですねテラスモール渋滞がですねどうしてもある街ではあります。またそんなですね車で来る方も多いようなですねテラスモールですね、歩いて行けるってのはいいですね。テラスモールはレイクタウンとかと一緒で駅前にあるので学生さんとかも遊び来やすいですよね。藤沢で遊んでた方も辻堂にですね流れてきてる印象もありますね。さあ電車に乗ってですね茅ヶ崎駅へ向かいます。モデルルームがですね茅ヶ崎にあるんですよ。やべ次10両だ、10両こっち側には止まんないですね。東京方面も小田原方面もですね10両編成の時はですね西改札側に止まらないんですよ。 OK 間に合った。もちろん駆け込み乗車はご遠慮ください。茅ヶ崎駅北口駅前にございますモデルルーム訪問していきたいと思います。予定価格や出ていれば維持費、あとは公式ホームページではですね分かりにくかった設備仕様等々ですねチェックしていきたいと思います。特に価格面はですね眺望が抜けるかい抜けないかいでですねどれくらい下がるかっていうのも楽しみです。はい、見学してまいりました。まず価格面なんですけども、まあ、三井らしくですねまあ、相場なりにああちゃんと売れるなっていう価格になってます。ざっくりですけども平均坪単価にすると280-290ぐらい、300はいかないと。で眺望台っていうところのメリハリが強いですね。だから下の方行くと坪240だったり上の方行くと300弱だったりと。で海が見えそうなのは7階以上ってことです。で7階以上はですね設備仕様等も上げております。ただ5階6階が抜けてこないというわけじゃなくて5階6階でも帳場十分抜けるんですけども海が見えてくるのがっていう7階以上と、そこの価格差がですね大きくなっております。なので部屋から海見たい方、そういった方は高いお金を出すと。で逆にもう海方向は別に部屋から見えなくていい、いう人には結構安いなっていうグロスになってるので、なんかどっちかに偏りすぎるっていう感じはなさそうですね。そのあたりはうまい価格設定だなというふうに感じました。で間取りに関しては田の字が基本でですね、ちょっと残念だったのは角重工ですね。角重工がまあ窓面があんまり多くないのと柱が食い込んでいたりと、まあ、全体的に別に間取り推しのマンションって感じではないんですけども、下がり天井はですね非常に少ないものとなっております。8階以上になるとあの三井住友建設のいつものスキットをですね採用しております。なのでマルコニーのですね窓上部の下がりをですね他の階よりも少なくしております。そこはサッシがですね1950になってますね。別に廃サッシってわけではないですけども、下がりがあんまりないのでスッキリとしてますね。で上層階に行くとですねバルコニーがですね格子手すりになってくるので座りながらですね眺望を楽しむこともできます。江ノ島の灯台だったりも見ますね。富士山はですねちょっと斜め向いても難しそうかなと思いますけども、島の方までですね見えてまいります。あと今回 2LDK の 57A っていうのは個人的に多いなと思いました。あの食い込んでる部分にはなるんですけども、それ以外ダイレクトウィンドウなのでリビングの窓がですね腰高なんですね。なので上部まで窓が来ます。斜め方向にも窓がついてて、浴室サイズ1418なんですよね。でシューズインクロークも多くて、いやあの 57A 良かったですね。 2LDK 探されてる方もいいと思います。で 57A もちゃんと下から上まであるので 57A で眺望を取ることもできます。今回 2L も結構いいです。なので間取りに関して残念だったなって個人的に感じたのは角重工かなっていうところですね。他の 3LDK はもう至って普通で、でもキッチンのですね半分はちゃんと天井高リビングに合わせたりとか、直床ではあるんですけども基本点2500で下がりが少ないので広さは感じやすいと思います。
で設備仕様で、まあ、残念なポイントとしてはディスポーザーはですねありませんでした。ただ食洗機はついてます。まあそれでもトイレ手洗いカウンターないですし、あの古めかしくない方のタンク式ではあるのでそこはいいですけどもね。まあ坪高300弱なのでカウンターがあったらより嬉しかったかなと。あとは浴室がブラケットライトでしたね。なので設備仕様推しのマンションという感じでもないですね。ただ7階以上になってくるとキッチンのですね天板が見かけになるのと食器棚もついてきます。で食器棚の天板も見かけで合わせてくれます。あとはリビング横の洋室ウォールドアになります。というかこれはあの下の階でもそうしてくれっていう感じですけども、あとはですね今時な部分でいうとエレベーター、まあ、一機ではあるんですけども非接触型としてくれております。今時でいいですね。で管理費はですね平米200ちょっとですね、まあ、高くもなく安くもなくというふうに感じました。で音対策の部分なんですけども音が響いてくところは二重窓としてくれています。まあ、特に廊下側ですね可動式ルーバーはないんですけども二重窓になってるので、まあ、そっちを寝室にしたとしてもですね閉めてしまえばっていうところです。まあ共用廊下外廊下ですけども歩いてて気持ちがいいですからね。まあそこはあの立地だったら外廊下で開放感取れるのでそれで正解だったんじゃないかなと個人的には思います。もう私個人としても内廊下派ではあるんですけどもさっき述べたように気持ちのいい外廊下だったら外廊下がいいですからね。あとで桜の時期なんか楽しいんじゃないかなと思います。で模型もなくてモデルルームもなくて全て卓上のですねパソコンで CG をですね見る形になるんですけども、やはりあのアプローチ部分かっこよかったですね。いや今回総評なんです、もう非常に分かりやすいですね。今回の G スポットは駅地下全戸南向き海眺望そして素敵な外観デザインにあのエントランスアプローチピロティ、そこが G スポットです。なので買いやすいと思いますね。こうモデルルームだったり建設地を見た時に気に入りました、でその気に入った先でどうしても迷いが出ちゃいがちなマンションともう迷わないマンションでありますけども、これは後者の方でもう迷わないでしょうね。気に入ったらその先は迷わずに買いやすい要素が揃っております。まあお子様いる方で今藤沢市ってところだと茅ヶ崎市になるって若干気になるかもしれませんけども、逆に茅ヶ崎市の方にとってはですね買いやすいですし、シングルディンクスさんであればその藤沢市茅ヶ崎市っていうのはですねこだわりがない方も多いと思いますので、まあ、最近は辻堂駅も茅ヶ崎市の人も遊びに行きますし藤沢駅周辺にお住まいの方も遊びに行くので、まあ、とてもにぎわってる人の多い駅なんですけども、今回は先ほどの西口から近いっていうのがある意味ではストロングポイントですよね。まあ、もちろんもっとテラスモールを感じたいっていうんであればメインの改札側の方がいいですけども、そっちだと人も結構多いですので、まあ、あの西口に近いっていうところ、そして、まあ、絶対とは言えないですけども将来的に見た時に今回のパークホームズを超える立地のマンションが出ない、これが非常に強いですね。今マンション非常に高いです、もうどこ見ても高いと。そんな中で、まあ、やっぱり高いお金を出してマンションを買うと、そんな中でもっとなんかいい新築安く出てきたらどうしようとか、こういう安い時代が来たらどうしようっていう不安もあるかと思うんですけども、だからこそちょっと高いお金出してでも魅力が多いマンション、そして抜かれない、これ非常に大きいですね。先ほども歩いての通りで、あの間で茅ヶ崎シャドレスで辻堂駅近くて、で線路を南側でちょっともう非現実的ですよね。なのでちょっとマンションの価格高い時代なんですけど、だからこそこの抜かれない新築マンションっていうところをですね買うと、住んだ後の満足度もそうですし精神衛生上もですね魅力が大きいです。もしマンションがなんかすごい安い時代が来ちゃっても別に自分たちが抜かれるわけじゃないっていうところなので、なのでいつもお伝えしているところでありますけども、高値市況ほど立地とか、あとはマンションの規模だったり街づくりだったり、そういうのをですね取り組んだ住宅検討していった方がいいと。まあ、今回特別大規模ってわけではないですけども、さっき述べたようにですね分かりやすい魅力が詰まってますので、私としてもおすすめしやすい出物と感じました。いやいいっすね、こういうのいいんですよね。別に安いってわけじゃないんですけども、でも中古と同じぐらいの価格で買えますし、まあ満足度は言わずもがなで、で今後抜かれないとなれば資産性もついてきますので、いやー良かったですね。さあ辻堂駅へ戻ります。この茅ヶ崎もですねマンションの供給続いてますね。以前ですね
中央公園の方のパークホームズを見に行きましたが、あちら島内モデルになってもう残り数個のようですね。ライオンズの建設地だけ見に行っておきましょう。茅ヶ崎駅のですね南口を出まして、湘南新金がですね入っているビルにぶつかりましたら右に折れます。そこから南方向ですね進んでいきます。でこういったまだですねわちゃわちゃ感のあるところを歩いていきまして、こちらあっという間にライオンズ湘南茅ヶ崎フロント建設地です。こちら建築看板です。茅ヶ崎駅の南口徒歩2分となります。超駅に近いです。でこっちもですね南口中心になってます。で35平米台からで狭めの部屋もですね多いです。まあ言わずもがなですけども、まだわちゃわちゃがですね残るところですので、駅近ながらも落ち着いたっていうところは圧倒的にパークホームズの方がですね上ですね。ただこの茅ヶ崎駅がお好きな方にとってはですね、この駅距離は魅力に感じるんじゃないかなと思います。ここはもう完全に好みが分かれると思いますね。両方気に入りましたって方は少ないと思います。性格が大きく違いますので、どっちかが気に入ってどっちかがダメっていう感じになりやすいと思います。The next station is 辻堂 JT9. The doors on the right side will open.辻堂駅戻ってまいりました。今度はですねメインの方の改札出たいと思います。課金して座って都内方面行けるといいっすよね。辻堂も電車の本数的にも便利になりましたよね。まあ、こういった形で貨物も通ったりしますので、南方面バルコニー方面に線路を抱えるとそこのきついんですよね。でも今回はこれが背中っていうところです。とはいえやはりライオンズ美しい。まあでも今回も負けない魅力がありますね。だって新築なのにこのライオンズと同じ価格で買えるわけですからね。築年数差もありますので割高感はなかったです。こちらメインの改札です。いやー、しかしやっぱ今回の物件いいっすね。この住んだ後に絶対便利、そして買ってよかったーっていう思えるのがもう目に浮かびますもんね。あとは私の大好きな良質な中古マンションライオンズ C クロスですね。そちらもおすすめであるんですけど、新築と同じぐらいの価格ですけど、そんなしょっちゅう出るわけではないので、まあ今パークホームズを買えるタイミングにあるのであればですね、そのチャンスを生かした方がいいんじゃないかなとも思います。今回もご視聴いただきまして誠にありがとうございました。記事の方同時公開しております。動画の概要欄に記事の URL 貼っておきます。合わせてご覧いただければ幸いでございます。それでは失礼いたします。 C クロスに負けないマンションでした。